コロです。チェロです。パロチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、お知らせが飛び込んでまいりましたので、緊急でね、動画を撮ってます。おー、なんでしょうか。なんとね、まあ容器開放って結構あってたんですけど、ちょっとまさかのね、塗り壁ニューイヤーの容器開放が1月3日の火曜日に実装されるということでね、さらに強くなるんですね。ね、ちょっとびっくりしたよね。ちょっと早速ね、中身を見ていきましょうか。はい。まず限界突破2で、アビリティを取得と、でバトル開始時にゼロ防スキルドローって、これ新しいよね。ゼロヒギとかさ、あったやん。ゼロ防ドローってなかなかね、今までなかったよね。そうね、ありがたいよ、防は。いやいや、そうそうそう。もともと塗り壁がね、この、なんか攻撃も防御もこうバランスよく強いっていうキャラだったよね。でゼロ棒を、まあゼロ棒のこう回数がね、増えていけば増えていくほど強くなるっていうところもあったから、この常にゼロ棒をね、なんかこう来るっていうのもさ、こうより安定するから、かなりいいアビリティになるんじゃないかなと思いますね。そうだね。で、次で限界突破の3、お供アビリティ強化、お供アビ発動時に火器の効果を追加と、対象に火ダメ軽減バフ3を一定時間付与と、ダメージも減らしますよと。もう本当になんかこう防御っていう感じになってるかな。今までのお供アビリティって、味方のヒットポイントが 50% 以下の時に味方単体のヒットポイント回復しますよって、効力200でね、それにプラスしてダメージも軽減バフ3を与えますよっていうところだから、回復もして、まあ、ダメージも減らすというところで、まあ、結構本当なんかこうゼロ防が必ず来るっていうところも あるし、なんかこう 防御系になんかこう振ってる感じはするよね。そうね、敵からしたらちょっと厄介よ。そうね、だけど本当ポールさんが言う通り、また本名言いそうになったけど、ポールさんが言う通り、地獄アリーナとか、とかでもいいかもしれないね。ちょっと厄介な敵によりなるんじゃないかなって感じがしますね。で、限界突破4、必殺スキル強化と。メインキャラで必殺スキル使用時に火器の効果を追加。最も人ボイの低い味方は効力50で回復と。また回復きましたよ。回復は嬉しい。で、ヒギフルチェンジ。味方全体に火ダメージ軽減バフ1を一定時間付与と。まあ、なんかやっぱあれだね、防御に特化してるイメージが拭えないけど、まあ、回復も付与されるというところでね、まあ、結構こう攻撃防御バランスが良かったのがこう防御に寄っていくような感じかな。まあかなり強いよね。やっぱ回復が入るだけでも全然強くなるからね。そう、本当に。これでまた塔もね、山岳の塔とかさ、オイラの塔とか登りやすくなるよね、多分。そうだね。まあ、今でも全然レギュラー化されるキャラだから、まあ、今回ね、新キャラがね、ダッキーが出たからさ、来ました、ね、負けちゃられねえって思って、おー、ちょっと強化したんだろうね。強化しなくても普通に強いけどね、すでに。いや、そう、私ももう完全に、あれですよ。ほぼ1番目、2番目ぐらい使ってますからね。いや、本当にね、今でも全然使えるキャラだけど、それにプラスしてね、こうやって、ね、強化されるということなんでね、まあ、もしね、途中から始めた方って持ってない方も多いと思うんでね、まあ、今回ピックアップもされるということなんで、まあ、ぜひこの機会にね、取ってはいかがかなと思います。使っていきましょう。はい、ということでね、塗り壁ニューイヤー、まあ、通称塗り壁、もうすでに強いんですけどさらに強くなるということでね、まあ、持ってる人はふわふわ、持ってない人はこの機会にゲットするということでね、いいお正月を迎えたらなと思います。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。